どうかしら。どうですか、ヨーグルト味するもんですか。すっごい不思議な感じです。すっごい。贅沢ヨーグルト。ジングラケンお願いします。お願いします。すっごい光です。イレブンクリスタル、躍動と奏でるクリスタルタイム。毎週金曜日11時からの1時間はイレブンクリスタル。音楽がつなぐ言葉、ハート、絆。下町エレガント大使キリンがお届けするハートフルで魅力的な音楽と言葉の世界。例えばそれは男と女のすれ違い、分からないから知りたい、知ってほしい。時にはステージを変えて役割を交代してみたり、実は違うということは素敵なことの始まりかもしれませんよ。アシスタントには右側チームクリスタルの執事でマネージャーでボンボン音楽兄さんルーディ。今日も資料片手に参上。肩書き大名よ。こちらでは執事と一人サポート隊こぼれたら拾い、足りなければ参加。愛の手名人目指し奮闘中。クリスタル番組の上メンバーも増えてきました。楽しすぎて忙しい2015年クリスタルは加速拡大でございます。そして左に控えているのは立ち読み番長言い訳セバスチャン。チャチャイレ名人でありながら打たれ弱いアンバランスを武器に参上。立ち読み番長青影通京。知識、容姿、ユーモアとセンス、ヨーロッパテイストも認知され肩書きも追加。盛りだくさんな情報提供、斜め45度から物申す言い訳セバスチャン。一人フォロー隊として控えておりますので、ご要望があれば、いつ何時時間通りに参ります。よろしくお願いいたします。ちゃんと来いや。いや今日朝ですね、遅刻いたしまして申し訳ございませんでした。遅刻じゃないね、滑り込みアウトでした。実際基盤に着いたのが本当に10時1分とかなんですよ。あー、オープニングスタートしてるところですね。スタートしましたね、はいはいはい、でもうここから走ろうが何しようがもう10時間に合わないんですけど、うんうん、本当に着いてみたら10時5分くらいで、あ、なんか微妙どうせ遅れるんだなっていう、申し訳ございません。持ってないからね。どうせなら面白くさ登場しろやと思うけどね。大変なんかそこで後ろ向いて静かにちょっとほっと一息な感じです背中が。何とりあえず30分みんなと商談してたよ、こう自分の出番には間に合いそうみたいな感じ。トラさん早いなぐらい思っちゃうじゃん。自分入り早いな。もうさ、みんなでね、コンシェルジュさんも 何も思いつかなかったのでキリンさんにお任せとか言ってね。みんなして何よって感じよね。まあオープニングの一人トークも普通に喋ってんだけど、もう受けてましたからね。なんでしょうねあれね。一人トークは受けてた。普通になんかこう、お天気の太陽の話とかね、してんだけど、だんだんこうなんかこうエスカレートしてってね。なるほど。あそこのガラスをなんとかしろとか。ぼやき、ぼやきですね。いや、それでこうたまにこう入ってくる、聞こえてくるんですけど、はい、あのね、おっちゃんいじって、なんとかで、あーってもう会話にならない会話だけで進行っていう、ね、それだけでこう興味を引くっていう、楽しそうだなと思って、あ、何を喋ってたんだろうなと思うでしょ。そしたら、うん、もうラジオってなんだろうってちょっと今日は初めて疑問なんですけど、ラジオの概念を変えてるんですからね。そうですね、ま
見てねって言ってラジオにね、はいはいはい、おしゃれしてねって言って二度びっくりさせて、うん、はい、今度は何を言ってるか分かんないでしょっておいおいすごくないみたいな、概念壊すならクリスタルって感じね。あ、そうですね、どこでもぶち壊しに行きまして、はい、もう今ね、あ、そうだね、1年前からのペット協会もぶち壊してるってね。そうですね、もうねかなりね、どうですか、デストロイヤーとして。なんかだからさ、だんだんさ、小難しいことを言う人がいっぱい増えてさ、あー、なるほど、ね、で、なんかいろいろ条件を言うからさ、お作法の話になる、しゃくせえなと思ってベランメイド、で、うちが作ったあのゼロワンプロジェクトっていうのの条件は、はいはいはい、ワンちゃんが大好きな人って、それだけなの。なるほど、肩書きいらねえしと思って、うん、肩書き大名がいっぱいいる中で肩書きいらんと、ね、クリスタルの肩書きは大事なの、あれは。なるほど、あれ大事だと思う、うん、じゃなくて、一般的な肩書きはね、ええ、うるせえやとか、なるほど、なんとか先生とか、あ、なんとか部長とか、そんなの別に、知らない、知らない、そんなの、ワンちゃん、ワンちゃんそんなの関係ないじゃん、社長だからってなんかワンワンワンとか言うの、言わないじゃん部長、部長って言わないよ、ね、そう、いや部長だ、おやつくれる人がいい人で、ね、そう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 、ね、確かに、まあすごい大事な要素ですよね。ね、さあ今日はなんだかこんな見たことないようなものも、ナショナルって感じ、そう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 、何ですかこれ、空気清浄機にしか僕見えないんですけど、いやいやいや、何かが始まる、何が始まるよね。そうですね、オープニングそろそろやめないと収まらなくなるはい、それではクリスタルをお届けする音楽と言葉の世界をお楽しみください。3分間のラブレター。日常の中にあるドラマは時には優しく、時には切なくて、言えなかった思い、聞いてほしい気持ち、同じ気持ち、知らなかった思い、自分のことは分からなくても誰かの話なら気づくこともあります。今日もどこかで聞いてくれているあなたへの3分間のラブレターです。今日はルーディにお願いします。はい、ちょうど80年代の前半ぐらいに一番洋楽に凝っていて、中学生ぐらいで、はい、ちょっと背伸びしてた頃に、よく聴いていた曲をお聴きいただきましょう。スパンダーバレーでトゥルー。あー、聞いたことある、よく BGM とかなんかコーナーの頭に入ってあれ、これさ、今日ももちゃんとここでやればいいの、はい、ここでいいの、いつもこう